よろしくお願いします。突然ですがここで質問です。あなたはカッターナイフでヒヤッとしたり実際に手を切ってしまったことはありませんか？本校の生徒に聞いてみましたが 100% の生徒がいる。まさに誰もが体験する事故です。にもかかわらず私たちはカッターナイフの使い方を学校できちんと学んだ記憶がありません。日常生活になくてはならないカッターナイフなのに、いつ誰からどのような方法で使用方法を学んだのか記憶は曖昧です。こうしたカッターナイフによる事故は私たちが子どもの頃にきちんと学んでないことが原因ではないでしょうか？実は文部科学省ではこのように小学校2年生への刃物教室を推進しているのです。近年実際に刃物教育に取り組んでいる小学校もありました。図画工作を教える先生3人に取材してきましたが、ここにも問題があるようです。問題1、家庭で刃物と触れ合う機会のない小学生の習得に時間がかかること。問題2、習ったとしても期間が空くとまたカッターをうまく使えなくなること。そこで私たちはこうした問題を解決すべく、効率的かつ楽しく長期間にわたってカッターの使い方を学べる教育プログラムをワークブックという形で提案します。その名もスイスイカッター。このスイスイカッターは段階的に刃物の取り扱い方を学習できる教育プログラムです。スイスイカッターはこのようなワークシートで構成されています。難易度の違うワークシートに取り組むことにより着実にカッターの技術を身につけることができます。そしてこのスイスイカッターは楽しく飽きることなく長期間にわたって取り組むことができるようにロールプレイングゲーム的な要素を取り入れました。スキルを習得することによって次のレベルへ進むことができる設定です。これで学校でのカッター教育も楽しくなると思うのですが、今回私たちはさらに進化したスイスイカッターを提案します。それがこちら、スイスイカッターデラックスです。スイスイカッターの要素にさらに物語性を盛り込み、まるで自分がファンタジーの世界の主人公となった気持ちにさせてくれる一冊です。箱から取り出すと中にはワークシートが収められています。ワークシートは第1章から第6章までで構成されており、それぞれのワークシートに取り組んでいくことで物語が進みます。このワークブックは親子で使用することを前提としています。そして第1章、不思議な出会いの巻。この章では物語の主人公が剣の精霊カッター君の封印を解き旅のお供になる話です。このカッター君が入っている箱はこの後のカッターの収納場所となります。第2章、いざ閉ざされたお城への巻。いよいよ冒険開始です。魔王によって閉じ込められた姫を救い出すために主人公のカッター君はお城へ向かいます。その途中には魔物たちが行き手を阻みますが、カッター君の活躍で進んでいきます。さまざまな苦難を乗り越え、クライマックスの第4章、挑戦、宿敵ゴーレムを倒せの巻です。魔王を守る魔人ゴーレムを倒す方法はカッターナイフの取り扱いに関するクイズです。見事に成功すると魔人ゴーレムを倒せます。しかし魔王にはあと少しのところで逃げられます。第5章、最後の封印を解けの巻。姫を救い出すためには姫を傷つけることなく切り抜かなければいけません。ここでは厚みのある素材を使います。難易度3の中でも最も技術力が問われます。実は今回そちらの会場に試作品を1セット送らせていただいています。スタッフの皆さんよろしくお願いします。結構大きいですよね。サイズを大きくしたのはカッターを手先だけで使うのではなく腕全体を使って操作してほしいからです。さて物語はいよいよ最終章、勇者誕生の巻です。姫は助けてくれた主人公にお礼として勇者の石板を与えます。石板にはこう書かれています。
何時の親友を持ってこの表面を切り取るべし。そこに勇者が現れるだろう。さて、どんな勇者が現れるのか。本当はこの試作品、実際に小学生に使ってもらう予定でしたが、コロナの影響で残念ながら中止となりました。そこでピュアな小学生の心を持たれている審査委員長の中山先生、この最終章のワークシートを体験してください。先生、まだめくっちゃダメですよ。時間の関係でカッターは使えませんが、すでに切り込みを入れています。あとはめくるだけです。3、2、1、どうぞ。先生、素敵な勇者に会えましたか。昔、多くの子供たちは小刀や肥後の神で竹や木を削ってさまざまな遊び道具を作ってたそうです。しかし2004年6月、長崎の小学校で起こった事件をきっかけに、刃物と子供たちの関係は大きく見直されてきました。小中学校への刃物の持ち込みは禁止となり、学校では事故を避けるため消極的な指導が行われてきました。その結果、現代の子供たちは刃物と触れ合える時間を奪われ、刃物の便利さとその裏に隠れている危うさを実感する機会は減っています。刃物はとても危険です。使い方を間違えれば自分はもちろん自分の大切な人も傷つけてしまいます。だからこそ私たちは子供たちに刃物の恐ろしさや大切さを正しく理解することが必要です。刃物は私たちの生活を豊かにしてくれる道具です。正しい知識と正しい技術の習得、スイスイカッターで刃物がより身近な道具となることを願っています。